はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。我が党からただいま立候補中であります。ご投票ください。あるいは、こちらのお住まいの方、知ってらしたらお声掛けください。浦安市、佐川信行、大田区、高杉康二、北区、佐藤圭介、江東区、藤川博明、越谷区、越谷市、辺見正隆、世田谷区、長谷川誠、豊島区、斉藤俊彦、富士見野市、阿部俊文、水戸市、石井健一郎、南足柄市、畠山隆弘、以上10名が立候補しております。皆さんよろしくお願いします。実は昨夜はよく眠れませんで、っていうのは、全員落選したらどうしよう。共産党さんですら、まあ、4割の当選率なんで、全員ってわけにはいかねえだろうなっては思ってるんですけれども、っていうのはね、私、豊島区議会議員になる前に、まあ、1年ぐらい前から開始して、駅頭活動、100回ぐらいやったんですよ。で、後半、ペース上げてきましたけれども、皆さん、100回やれてる人は、誰もいないじゃないですか。で、自分がやって、成功したことを、まあ街頭活動が足りないもんで、やった私としては不安で不安でよく眠れない全員落選したらどうしよう、考え込んでしまいます。4月19日参院予算委員会、維新議員、実質税負担率 47.5% は五公五民では、江戸時代の、岸田総理、国民に還元されており、同列に論じるのは不適当だ。なんて答弁いたしまして、一般反応です。どこがどう不適当なの？何が不適当なんだよ。岸田バカだろ。年貢の方がマシ。税金取りすぎなんだよ。岸田幕府の始まり。全然反論できてないが。そら木村も爆弾投げるわ。フランスは年金問題で暴動起きてるね。公金中注族のための年貢。受信料だの、有料ゴミ袋だの、レジ袋有料化だの、入れたら、とっくに5割を超えている。年金と健康保険は民間に任せれば。30年無成長で税負担だけ上がっていく失敗国家。何度も書きますけれども、1970年 25%、2000年 35%、今 47.5% の実質税負担率であります。着々と上がってやがるの、決して下がることはなく、これにね、実質税金の受信料やら、嫌でも払う懲戒費やら、 PTA 負担金やら、有料ゴミ袋やら、入れると確実に5割越してる気がするんですけど、我々おっさんたちがですね、若かった頃より大幅に重税で、今の若者かわいそうですよ。これでどうしてね、我々おっさんたちが若者に子供作らなきゃダメじゃんなんて言えんのかって話。自分らはもっと軽い負担で済んでたのにね。国民に還元されておいて、それじゃあ江戸時代以前は全く還元されてなかったみたいじゃないですか。人口の約1割の公務員、イコール武士階級の給料になってるのは、まあ今と同じでしょう。武士階級だって国民のうちでしょ。あとは街道の整備やら、水路の整備やら、決壊防止の堤防とかも国民への還元でしょ。江戸時代はこれ全くやられなかったって言うんですかって話なんですけどね。伊達藩、仙台藩、伊達政宗、伊達政宗が会津の方から仙台に、お前ここやれっつって言われて、仙台に入った当時は、まあ70万石ぐらいの田んぼしかなかったんですけれども、せっせせっせと伊達藩が、開墾とか、開拓しまして、まあ実質ね、280万石ぐらいまで増えたらしいんですよ。これも国民への、まあ領民への還元じゃないのかな。財務省のへりくつをそのまま喋ってんでしょうね、だからね。総理が、経済を全く理解してないことが分かった感があるな。
あとはあの歴史も詳しくない、なんだそれじゃあただのバカじゃないかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあその通りですね。還元してるって威張ったところで、コラボだの若草だのボンドだのパップスだの学術会議みたいなとこに移転してるだけでは、公金中中スキルがない庶民は取られっぱなしでは、議員減らせって意見も多かったんですよ。税金重すぎる、議員減らせ。そしたらますますですね、各省庁が公金中中に励みますよ。議員はですね、あの法満会計がないか監視するのが仕事ですからね。定期的に出てくるですね、あの議員多すぎっていうのは、監視の目を減らして好き放題勝手放題やりたい財務省はじめですね、省庁のプロパガンダじゃないかと私は疑ってます。まああのテレビ業界は総務省の言うことを聞くんだろうしね。国会議員はですね、あの今の倍にしてですね、監視を増やしてですね、歳費が1500億円になっても、今は参院と衆院で700強いますんで、まあ国会議員1人に対して1億円ぐらいかかってるって話ですから、まあ今のね、国会議員が1500人ぐらいになっちゃなって、1500億円の歳費になっても、それでですね、280兆円、一般会計は100兆円ね、180兆円ぐらいが年金と国庫なんですけども、だから GDP が560ぐらいしかなくて、280兆円政府に取られてから実質税負担率 47.5% って言うんですけど、これのですね、使い道が徹底的に正されたら、むしろお得でお釣り来ると思うんですよね。700億円を1500億円に増やして監視の目を倍にする、その方がお釣り食うと思うんですけどね、総務省を見張るべきですね、総務省出身の小西博之とか監視どころか結託してんだもんな、どうしようもねえよな。昔は俗議員っていうのいまして、まあその分野に明るい議員が、例えば農政族とか、外務族、鈴木宗男は外務族だったみたいですね、あと道路族とかね、そういう議員がいて、いちいちね、確認して明るいところを監視してたんですけれども、まあまあテレビその他がギャーギャー騒いでいなくなっちゃいましたけれどもね、族議員、まあ専門家なんですけどね、巨大な公金中中組織日本学術会議、人選を外部に任せる法改正に立憲と共産が大反対、立憲安住蛮行だ、相当な抵抗をさせてもらう、共産し学術の独立を侵害する深刻な事態と、共同通信ってバカ野党の言い分は喜んで報道すんのなーって思いました。一般判断です、分かりやすすぎる、仲がおよろしいようで断末魔が心地よい、チューチューできなくなるもんな、金もらわずに自腹で勝手にやれよ、立憲と共産が反対するものは正義、つまり廃止した方がいい、こいつらが反対しているということは正しい、いくら安住が相当な抵抗つったってできる嫌がらせはせいぜい牛歩でしょうね。でますます支持率を落とすと、学術会議みたいな役に立たない、むしろパヨの巣窟で有害な公金支出を片っ端からなくしていけばですね、減税できますよ。どんな手段を使ってもですね、減税しないと若者かわいそうですよ。同じくね、実質の負担を増やしている NHK 受信料について、稲葉 NHK 会長、事業に必要な費用が受信料、理解の上でお支払いいただくのが本道、定例記者会見で発言しておりました。一般判断です。納得できないから払わない。ほぼ税金みたいなもん。NHK に必要性を感じない。テレビを捨てない情報弱者への罰金。テレビ捨てた俺、高みの見物。既得権益、既得権益を守ろうと、あの手この手。職員の高額報酬も必要経費なのか。払ってる側より贅沢こいててよう言うわと。我々を存続させるために受信料払えつてますね。実はこれは会長の考えじゃなくて NHK の公式回答です。経営委員会議事録にもそう明言されてますね。
受信料は番組視聴の対価ではなく NHK 存続のための負担金であると公式に発表されております。要約するとですね、我々は存続すべき組織だ、金払えっつってんですよ。会長ね、なってから日浅いのにすっかりね、あの NHK 執行部に洗脳されちゃったようでね、そんなにですね、存続すべき組織だ、自分らのコンテンツに自信あんだったらですね、スクランブル放送で勝負したらいいじゃんね。なんで固くなに拒むんだって話ですよ。スクランブルでももう一切放送しないしね、民放にもそれ命令してるしね、NHK の存続は必要ないので払わないっていうか、私はテレビないですけれども、まあ受信料でですね、テレビ捨てれば解決なわけで、こんな傲慢なですね、お貴族様な組織は、子に渡さず、我々おっさんたちの代で潰しましょう。そうしましょう。国連人口基金白書。どこ？何？日本のような先進国は、出生率にこだわらず、男女平等を進めるべきと年に1回の白書に書いてしまいました。なんだよ国連人口基金って、どうだよそれって話なんですけど、一般反応です。余計なお世話だバーカ。案に男女平等を進めると人口が減ると白状したな。ジェンダー活動自体が人口削減運動なし、男女平等とか言って専業主婦減らしたせいでこのざま。こんなバカなことを発表するだけで金もらえていいですね。こう言わないと金がもらえないんだろうな。少子化の犯人はこいつら。こいつらを真に受けた国は滅びます。男女平等ってどんどん女性がしんどくなるだけなのに、まだ分かってないようだな。つくづく国連って有害だな。日本のようなって内政干渉だし余計なお世話でしょ。男女平等推進イコール少子化って白状してますね。男女平等は女性がしんどくなるっていうのは本当であります。出産して哺乳して育児と教育してフルタイムで働けて、どうしてそんなひどいこと言えんの？どうして、なんでそんなひどいことを言えんだって話ね。あらゆる種でですね、メスは無力になる出産と哺乳期に守ってくれそうな強いオスに発情する。ライオンもオオカミも成虫もオスは命がけでバトルして勝ち残んないと、メスに振り向いてもらえないですよ。強くないとね。歌謡曲の歌詞にやたらとですね、守るよ守りたい、そばにいるそばにいてそばに来てが多いのはこのせいです。スキマスイッチ、スキマスイッチ、僕の子で守るよって歌って、どうやって声だけで守るんだよなんて密かにツッコミ入れておりましたけど、あとは中島美嘉だったかな。そばに来てくつらゆく約束っていうダリフラの、オープニングテーマがありましたけれども、守ってもらいたいんだよ女の人は。でその能力がある男がいいなって思うの。人の場合はこれにですね、逃げない誠実さ、あ、逃走しなさそうな誠実さも追加になりますけども、あと人の場合の強さって大体が経済力になっちゃいますけども、無力になる出産と哺乳期は育休やるから働けって、そんなこと言われて女性がね子作りする気になりますかって話ですよ。つまり何が言いたいかっていうと、女性を守る気になれない男はモテない、男女平等って女性を働かそうとする男は全くモテない、全くモテないから逆に男女平等主義者になってんのかもしんないな。女も働けってね、全くモテないから自分がだ、こじらしてそうなってんのかもしんないな。なんかね、女性が輝ける社会よとか、女性の社会進出をとか言ってるやついたらモテませんよってツッコミ入れた方がいいかもしんないですね。まあ男に、限るですけど、男がね、女性の社会進出をもっとなんて言ったらモテねえよお前って
冷静に突っ込んだ方がいいかもしれないですね。というわけで、我が党から立候補している10名、皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。